土井ダムスター土井照明店の売上金80万円を盗んだ黒髪の女泥棒を追う千葉県警察千葉中央警察署刑事第一課捜査に乗り出したのは窃盗犯の検挙数で群を抜く玉津秀幸警部玉津は事件当日関係者から重要な証言を入手していた。一緒に飲んでたんだ。まあ、知事の人から聞くと、まあ、その人は非常に中小店で働いてて有名人だなというみたいですよということで、午前4時この店に客としてやってきた黒髪の女どもは一人で一杯やろうとしたところ、のカップルに声をかけて一緒に酒を飲んだった。この時自分が風俗店で働いていること、そして店での源氏名を語ったという。しかし源氏名が分かっているとはいえ、市内の風俗